寺谷一樹の医療どうなる、大阪府保険医協会の提供でお送りしているコーナーです。今朝も大阪府保険医協会副理事長宇都宮武弘さんです。先生おはようございます。おはようございます。いつものようにお便り来てますからご紹介をいたします。兵庫県福崎にお住まいの71歳の男性の方、医療どうなるのコーナーを聞いてびっくりしました。高齢者の医療費3割負担の基準額が380万円、長年高い掛け金を負担してわずかな退職金から一時払いの年金保険に加入、現職中もやりくりした年金保険、先ほど言われていた署名用紙送ってくださいっていう、早速生々しい反響ですけども、はい、先生どうですか。はい、そうですね、署名ぜひとも協力していただきたいですね。署名がやっぱり武器になるかなと思います。皆さんの声を集めたいですよね。はい、はい、でもまあこういう医療費の負担増っていうのがね、はい、もうこの番組でもずっとやってますけれども、はい、もう本当にもう身近に迫ってまいりましたね。そうですね、うん、まあ今の方もですね、国が医療費の負担をさらに大きくすることを検討しているということに、まあ、驚いておられるということなんですけれども、はい、まあ改めましてどんな話が出ているかということで、はい、まあ、ちょうどシーズンでもありますので花粉症ですね、はい、これを、まあ、キーワードにしてお話ししてみたいなと今日は思います。私も実は鼻声でね、実は暖冬でいつもよりかなり花粉早いんですよねで困ってる方もたくさんいると思うんですけども、何花粉症をキーワードに先生どんな話ですか。はい、昨年ですけども8月に、健康保険組合連合会、これ通称健保連と呼びますが、ここがですね、花粉症のお薬を保険適用から外そうという提言を出したんですね。あれ国の方からじゃなくって私たちが加入している健康保険組合の方がなんですか。はい、そうなんです。国もまあ以前お話ししましたようにですね、うんうんうん、薬局で買える薬は、保険適用から外すという検討しておりますけれども、はいはい、私たちが加入している医療保険の代表でもある健保連から、うん、花粉症の治療薬の保険外しが出されたんですね。これは意外ですね。 NHK がですね、この提言の後、これも昨年9月ですけれども、はい、世論調査をしたんですが、うん、花粉症治療薬の、全額自己負担に 64% の人が反対、賛成は 20% という結果だったんです。もうそれは反対多いの当たり前だと思います、はい、うん、この健保連の提言もし通ってたら、例えば耳鼻科とか眼科に行って薬出してもらえないってことですよね、はいはい、それ花粉症の方にとってはすごいきついし、はい、というより何のために高い保険料払ってんねんっていう、うんうん、そういう感じですね、うん、先生ね。そうですね、うん、去年のこの番組でもまあお話ししましたけれども、はい、これまでにもビタミン剤やうがい薬、それから湿布や保湿剤ですね、うん、塗り薬ですね、はい、これを医療保険から外そうという話が出てました、はい、しかし皆さんからいただいた反対署名で保険から外すということを止めてきています。なるほど、まあ、今先生方がおやりになっている署名にもこう、ね、大事な薬を保険から外さないでっていう項目ありますもんね、はいはい、なんかもうこれ根比べみたいになってまいりましたね。国民の医療費がですねどんどん上がっていくから、うん、健保連の負担が大きいというのもまあ分かりますけれども、はい、そこに加入している患者さんや家族の方のことを考えますとね、うん、身近な治療薬を保険から外せというのはどうかなという個人的には思います、はいはい、それよりも、抗がん剤などですね、うん、なんでこんなに高いのかという薬の値段を下げていく方が大きな効果があると思いますけれども、国はなんで高いかというようなことを、これの根拠になるデータを出さないんですね。企業秘密だからといって。企業秘密ってなんかどっかの国会答弁みたいな話ですし、なんかもうちょっとこう国民目線でね話を進めてほしいですよね、これね。そうですね、全国の学校検診の後にですね、うん、ちゃんと医療機関を受診しているかという調査、番組でも紹介しましたが、はい、花粉症で受診しない子どもさん、こういうのもまあ少なくありませんでした。あ、そうなんや、はい、うん、市販のお薬で済ませてて、受診せずにいたら、まあ、副鼻腔炎などですね、うん、授業に集中できないとか重症化した例もあるということなんですね。耳鼻科や、まあ、眼科を受診するのはもう薬をもらうだけではなくって、うん、実は病院のお医者さんが症状を見て
どういう薬が適しているのかというのを判断するために非常に重要なんです、はい、症状が進めば当然お薬も変わってくると思います、はい、ですので個人の判断で市販の薬を使い続けてそのまま症状が悪化して重症化してしまった例というのは数多くあるんです。なるほど、はい、これ深刻ですよね、はい、まあ、先月もお話をしましたけども、ぜひ私たちの声を国の方に届けないといけません。番組の最初に紹介した方のように署名用紙を送ってっていうふうに番組にメールをもらっても先生大歓迎ですよね。そうですね、うん、署名は非常に簡単にできる方法ですので、うん、はい、ぜひともご協力いただきたいと思いますね。わかりました、はい、ぜひ皆さん番組宛にメッセージをお願いします。メールは maido@jocr.jp、 ファックス 078-361-0005 番です。毎月抽選で5人の方に大阪府保健医協会特製クオカードを差し上げています。ということで宇都宮先生ありがとうございました。ありがとうございました。